世界的な規模で米不足が深刻化しているようだといっても日本人の主食米ではない家電製品やスマートフォン自動車など幅広い分野に欠かせない電子部品で産業の米と呼ばれる半導体のことである余波は県内の製造業にも及ぶ現代人の生活が 表ににには出てこなないい小さな部品にいかに依存しているかが明らかになった。同時に日本の半導体産業の衰退ぶりを改めて認識した人も多いのではないか1980年代後半日本の半導体は世界シェアの過半数を占めていたミスター半導体と称されたタイトで 東北大学長なども務めた古西澤純一さんは当時の著書で技術的にはまだ50%の可能性を残していると指摘その上で高性能な半導体とそれを実用化するための周辺技術の開発がより大きな産業になりうると見通していたのだが今やシェアは約10%。 技術も遅れ、将来はゼロになりうるとか。コスト重視で他国に生産を委ねる危険性はマスクなど医療資材不足として先般露見した半導体については安全保障の観点からも各国が調達を強化する米並みとは言わないが自給率を高める国策が急務だ